履正社高校サッカー部キャプテン久我晃生です。今年のチームはちょっとしたことこそちゃんとやるを目標にサッカーや私生活において取り組んでいるチームです。今年の目標はサッカーや私生活においてチームの輪を大切にし、一人一人の個性を大事にしながら全国大会、大阪大会を勝ち抜いていくことが目標です。